私たちネクスコ東日本エンジニアリングはお客様が安全に高速道路を走行いただけるよう24時間365日点検や故障への対応を行っています。またデジタルデータを駆使し判断ができる人材を確保育成することで高速道路を持続可能なインフラとして技術的に支援しています。例えば現地にて点検データをタブレット PC で入力し分析データベースとリアルタイムで連携できる新たなシステムの構築を目指しています。2012年高崎市に研修専門施設テクニカルトレーニングセンターを創設しました。2022年には延べ1095人、全社員人数とほぼ同数の研修を行い技能向上と技術伝承に取り組んでいます。ETC 設備の機器動作を学ぶ際には多くの機材を用いて説明した後実機で確認していましたが無線通信や制御信号の流れは実際に見ることが不可能なことから研修生のイメージに頼らなければなりませんでした。またトンネル非常用設備も同様でカットモデルやパネルイラストを用いた説明では研修生の理解度に差異が生じることが大きな課題でした。そこでこれまでイメージに頼っていたものを可視化することにより課題解決を図ろうと考えました。解決策として目に見えない赤外線センサーや無線通信データの通信経路といった仮想空間と現実空間である ETC 実習レーンを重ね合わせることで理解しやすくできるのではと考え MR 技術を活用した研修教材の開発をスタートしました。さらにトンネル非常用設備の自動放水装置は内部構造が外からは見えないため CG で作成した内部水流のシミュレーション画像を装置に重ね合わせ内部構造と動作状況が可視化可能な研修教材を開発しました。テクニカルトレーニングセンターにおける人材育成では本物に触れて学ぶを大切にし研修生の理解度を深めるためビジュアル要素の高い研修資料の作成を心がけています。特に実習ではスケールモデルではなく実物を使用しより実践的な実技研修によるスペシャリストの育成 MR 技術を活用し各設備を精密な 3D モデルで再現することで各機器の動作タイミングや関係性等が正確に再現でき講師からも説明が容易になったと好評です。また受講生からは見えない電波や水流等が可視化されたことでセンサーの動作から電波の駆射タイミング機器間の信号の流れが一目瞭然で理解できたとの意見が多く寄せられています。またタブレットなどのデバイス間の連携を行うことで遠隔地からの研修も可能となり多くの研修生が参加できる環境が整備できました。今回データメッシュは ETC 設備トンネル非常用設備の教育で用いるアプリケーションの開発を支援しました。サポート内容は MR 技術を適用させた新しい教育用コンテンツの開発です。これまでにない新しい体験の構築を目指しました。デジタルツイン技術と MR の掛け合わせによる効果は2点あります。1点目は今回の取り組みのように現実空間に 3D データを頂上させ可視化することによる認知補助理解のさらなる促進です。2点目は IoT データとの連携によるモニタリングやシミュレーションです。発展性としては AIGC テクノロジーの活用です。音声やテキストなど自然言語対話でバーチャルコンテンツやシミュレーションロジックをコーディング不要で容易に生成することができるようになります。弊社はこれらの実現に向けて独自に開発したデジタルツインプラットフォームファクトバース、そして AIGC 機能であるファクトバース AI を用いて多くの企業様の取り組みをサポートしていきたいと考えております。テクニカルトレーニングセンターでの実地研修だけでなくオンライン研修や OJT の展開現場安全管理スキルの向上を目指した実体験型安全教育システムの構築また少子高齢化による技術者不足に対応すべく遠隔点検や遠隔故障対応といった ICT を活用したリモートメンテナンスなど技術支援の活用も今後検討していきたいと考えています。